3勝3敗で迎えた今日のゲームどうでした？こんな展開だなと思わなかったですね。ちょっとピッチャー交代も戸惑ったですね。まあ、逆にね、こんな手が入ると思わなかったんで、ね、最後は岩崎投手一人残してましたね。まあ、そうです、もう最後はもう岩崎行こうと思ってますから、はい、岡田さん、選手として日本一、監督として日本一です。いやー、もう本当ね、まあ、それも38年ぶりだからね、関係深いですね、特にね、はい、監督としての日本一はいかがですか？いやいや、まだ選手の時はもう嬉しいですね。そうですか。今のは嬉しいです。今回のは嬉しいですね。